憲法に関して変える必要がありますか未来英語を一,一言一句変えてはならないっていう考え方に私は立ちません。そんなものは宗教の教典です。憲法も守れてない人間たちが憲法を変えたいってどういうことかわかりますか詐欺師が詐欺罪緩めろって言ってんのと一緒なんですね。九条云々もあるけれども、様々な憲法違反が繰り広げられてるこの国で憲法を変えたいなんて、寝言は寝てから言えなんですよ。 令和新選組の日本国憲法官について、あと憲法改正について、どんなふうにお考えか教えてくださいありがとうございます、歴史っていう部分に関しては、当然、修正は許されません、例えばですけれども、戦争ってどういう行為ですかって言ったら、殺しまくった方が勝ちなんですよ、一番非人道的、残虐な行為を繰り返したものが勝つんですね。だからこそ日本国を空爆しまくって もう自実上変わってるっていう状態にも関わらず、逆に言えば原子力の実験を行ったわけですね。ウランとプルトニウム。で、プルトニウムの実験を最も行いたかったはずなんですよ。長崎でプルトニウムですよね。どうしても最初の広島というところに注目が集まってしまうけれども、その裏で一番実験をしたかったのが長崎だったんじゃないかと私自身は思ってます。何が言いたいか。だから戦争やっちゃダメなんですよ。殺しまくって破壊しまくったもの、一番ひどい残虐な行為に及んだものが勝ちになるんですよ。 その勝った方が正義として歴史を作っていくっていう部分があります。現実を見れば、その戦争っていうところに日本も加わったと言いますか、戦争っていうところの当事者になって、で、人殺しまくって、自国の軍隊に対して、その多くが餓死者であったと。何かって言ったら、自国の兵士に対して供給さえ行えないような状態で、そうなったとしたら何が起こるかって言ったら、それ、それぞれが現地で、これ調達しなきゃいけなくなるんですよ。当然略奪とか、 当たり前に起こるでしょ、そんなの。それを考えたときに、当然、その場で行われてきたことに対しての反省であったりっていうものが伴わなければ、これ理解得られませんね。逆に言ったら、加害者として被害者を生み出したってことに関しては、これは国としては一生反省し続ける必要があるんですよ。で、それを全国民が反省を引き継ぐのかってことじゃなくて、これはそういった過去に歴史があったってことは認識しなきゃいけないってことですね。 そういうような立場にならないとリーダーにはなれないんですよ。一方で殺しまくりましたという現実をいつまでも教育の中に入れた上でしっかりと全国民の共通認識にした国がありますね。どこですかつったらドイツですね。ドイツはもう今や EU の、EU の中で帝国を築いているような国です。それがいいか悪いかっていうのは別にしながら、やはりリーダーとなるという覚悟があるんであるならば、歴史は修正せず、 当然そのことに関しては、もう私たちはそのようなことを起こす気がありませんということを、合わせてやっぱり世界に対して地域に対して安心をしていただくって必要があるわけですね。なので修正というものは一番やっちゃいけないことだということになると思います。はい。一方で憲法という話ですけれども、憲法誰が守るものですかって言ったら、当然権力者ですよってことなんですね。憲法って何ですかってことですけど、皆さんご存知の通り、この国の最高法規、ルールの王様でございます。 じゃあ、ルールの中で一番力持ってないのは誰ですかって言ったら、この底辺なんです。法律。法律は誰を縛りますか皆さんです。好き勝手生きてくださいね。って言ったら、もう無茶苦茶な社会になっちゃうでしょう。だから、法律で縛らせてもらいますと。で、その皆さんを縛る法律の上に、条約、協定などがあると。その上に、最高法規。最も力の強いルールが存在している。憲法です。ということなんですね。 憲法、憲法言うてほんまにっていうような、左翼はどうのとかっていうような、えっと、よくわかんないネ,ネットをよく見た人いますけど、違うんですよ。一番ルールのトップなんです。キングオブルールなんですよ。この憲法誰が守るものですかってことですけど、もう皆さんにはご説明するまでもありません。憲法99条。これを見れば、天皇、他にも国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員が、この憲法を尊重し、擁護する義務を負うってことだから、当然、国会議員も、 公務員ですから。これ守らなきゃいけないの当たり前なんですね。で、この憲法に関して変える必要がありますか未来英語一,一言一句変えてはならないっていう考え方に私は立ちません。そんなものは宗教の教典です。当然議会があって、ルールというものがあるんだったら、当然その中で議論がされて本当に必要があるんだったら、これは改正ってものも行われるんでしょう。 でも、法律を改正するようには改正できないんですよ。そういう類のものではないから。ものすごい固いもんなんです。逆に言えば、今憲法が守られているかということが一番重要なことなんです。当たり前でしょこの国のキングオブルールを政治が守ってますか権力者が守ってますかその上で変えたいっていうような意見があるんだったら話は別なんだけど、今あるルールも守らずに変える変えるって、何ズしい話してんのって。 それだけの話なんです。例えばですけれども、今憲法を守られてますかってことを見たときに憲法25条を言いたい。よく9条がどうしたとか様々ありますけど、そこも重要かもしれないが、私にとって一番重要なことが25条なんですよ。何か。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するっつうんですけど、本当ですかって。みんな営めてますか 2019年コロナが来る前、生活が苦しいと感じている人々。厚生労働省大規模調査を見れば、全世帯のうち54.4%が苦しい。母子世帯は86.7%が苦しいって、それ、憲法25条違反やん。憲法も守れてない人間たちが憲法を変えたいってどういうことかわかりますか詐欺師が詐欺罪緩めろって言ってるのと一緒なんですね。どうしてかって言ったら、権力者を縛るのが憲法だから。この国の、 安全保障の中で最も重要なのが国内の安全保障なんです。それさえ守ってない者たちが海洋なんて、おととい来やがれなんですよ。当たり前ですよね。話はそれからだろって。ズうずうしにも程があるってことなんですね。私の憲法観はそういうことです。それとみんならず、こんな風に見ていただけたら貯蓄ゼロ。様々ままな人たちが、20代、30代、40代、50代、60代で、やはり貯蓄することも難しい。 これ私貯蓄を推奨してるわけじゃないです。ただ、生活していく上で、余剰分、何かしらこう、ストックしておけるっていうの余裕がある人さえも、ほとんどいないんですよ。はっきり言っちゃえば。逆に言ったら、もう丸腰の状態で高齢者になっていく人たち、これだけいるってことです。一発逆転ほぼなしです。ひどい話ですね。他にも守られていないのが13条。 全て国民は個人として尊重される。と言うんですけれど、本当に尊重されてますかって。例えば、介護。自助にされてませんかあんたが何とかしろよって。地域で何とかしろよって言われてませんどっちかってったら切り捨てられてますよ。家で見ろやって。親のことやろって。それによって何が生まれるかっつったら介護離職下手したら介護殺人。当たり前ですよ。密室の中で。ある意味でちょっと不安定になっているその高齢者。時には、 お前が物を盗んだとわか,かりませんよ。様々なこの揉め事がある中で、ずっと家の中にいなきゃいけない。地獄ですよ、そんなの。で、逆に仕事を辞めて親の面倒を見ました。で、親が死にましたって言った後どうなりますかって言ったら、その間、社会に出てないブランクがあって、社会復帰しようと思っても安い賃金でしか働かせてもらえない。自分のその後の人生どうなるんですかってことが当たり前にこの国に溢れてるんですね。どこが先進国っていうの、これ。 どの国も成長してて、国が金吸って、足りてないとこに金入れて、不況にならないように、毎年成長するように、しっかりお金を回していくってことをやってってんのに、この国そんなことやってないからね。逆に言ったら、一部のものにしか金が流れないような政治をしながら、増税して、みんなから増税した分、逆に資本家たちを減税して、働き方壊して、賃金低くして、いつでも首切れるようにして、資本家たちのコストをダウンさせて、 いろんな形でみんなが購買力、金使えなくなるような状況を生み出して、国が余計社会にお金が回らなくなるような状態を作ってんですよ。それによって企業どこ行った需要が旺盛な海外に出ていくって、製造業どうなりましたかって、空洞化ですよ。このような状況、本当にずっと続いてるんですね。憲法違反ですよ、どれも。九条云々ぬもあるけれども、それ以外の条文も見ていけば、様々な 憲法違反が繰り広げられてるこの国で憲法を変えたいなんて、寝言は寝てから言えなんです。そういう話ですね。で、話に戻ると、えー、憲法改正っていうのは必要ですかって言ったら必要ない今は。30年間壊してきたこの国をしっかりと立て直す。つまりは一人一人の購買力を上げる。つまりは一人一人が使えるお金を増やしていきながら、この国に需要ってものをもう一度取り戻して、製造業を回帰させていきながら、 のづくり大国、日本というものを再興させなきゃいけないんですよ。当然国内でも作れる食料を増やしていく。エネルギーも自国で製造できるようにしていく。生産できるようにしていく。だってそれをしなきゃまずいってことがコロナで分かったじゃないですか。輸入インフレで一番高くなったものって、食品とエネルギーですよね。それ以外にもいっぱいあるけれども、一番弱いウィークポイントを強くしていかなきゃいけないのに、憲法改正が優先順位ですか馬鹿言うならなんですよ。 やるべきことをすぐにやれです。つまり何か経済政策しかないってことですね。